ヨークタウンはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の2番艦。艦名はアメリカ独立戦争のヨークタウンの戦いにちなみ、その名を持つ艦としては5隻目。1984年7月4日にバージニア州ヨークタウンで収益した。イージス防衛システムが搭載された艦として、ヨークタウンは各種の対応試験が繰り返された。 ヨークタウンの最初の配備は1985年8月から1986年4月まで行われ、その間の活動には、アキレラウロ法事件への対応、二度の国会紹介、リビア沖での作戦活動が含まれる。1988年、スプルーアンス旧駆逐艦、カロンと共に、国会のソビエト連邦領海に侵入し、ソ連海軍のクリバク型フリゲート、 ベズザトベートヌイにより体当たり攻撃を受け、ハープーンの発射装置に損害を受けた。1996年からアメリカ海軍主導によるスマートシッププログラムに参加。1997年9月21日、バージニア州ケープチャールズエガを航行中に乗組員がデータベースフィールドに例を入力したために艦に搭載されていたリモートデータベースマネージャーで、 ゼロ除残エラーが発生し、ネットワーク上のすべてのマシンのダウンを引き起こし2時間30分にわたって、航行不能に陥った。これは搭載されていた、Windows NT 4.0そのものではなく、アプリケーションによって引き起こされたものだったが、オペレーティングシステムの選択への批判が続いた。2004年12月3日に退役した。スラボドキン、グレゴリー。 ソフトウェアグリッチズリーブネイビースマートシップデッドインザウォーターガバメントコンピューターニュース2009年6月18日閲覧ありがとうございます